2020年、東京オリンピック・パラリンピックでのメダル獲得を目指し、トップアスリートを発掘する国の選考会に100人以上の中高生が挑んでいます。こちらではボールを投げる背筋力の測定が行われています。オリンピックを前に子どもたち、そして国側も真剣そのものです。東京世田谷区で行われているのはオリンピック種目の強化選手の選考会で、 関東地方を中心に一次選考を通った100人余りの中高生が参加しました選考の対象は今後のトレーニング次第でメダル獲得を狙える水泳の飛び込みやハンドボールなど7種目で各競技団体の担当者が生徒らの適性を見極めます選考会は全国各地で順次行われ10月をめどにおよそ70人を選ぶということです